皆さんこんにちは。プロ総合格闘家の猿田洋介です。自分は10年以上格闘技を続けてきて、日本のシュートという団体とワンチャンピオンシップという団体で、チャンピオンになりました。今回は、その試合で使っているテクニックを紹介していきます。今回のテーマは MMA でのタックルの入り方です。フェイントを使ったタックルやステップを使ったタックル、カウンターのタックルの入り方も基本から応用まで、丁寧に解説していきます。今回のテクニックは、初心者から上級者まで、皆さんが参考になるテクニックですので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。